第8節光線の道筋。前の説では、鏡に映る虚像を描きました。この説では、鏡に反射する光線の道筋を描きます。光線は、物体から出て、入射点で反射し、目に入ります。だから、物体と入射点、 目と入射点を直線で結びます。そして、物体から入射点、入射点から目の方向に矢印を入れます。これで出来上がりです。赤い線です。問い1、カッ1からカッ3までやってください。物体が線の場合は、 線の両端を点と見てやります。まず、線の一つの端を点と見て、かっこ1からかっこ3の要領で、物体と入射点、目と入射点を直線で結びます。赤い線です。次に、線の別の端を点と見て、か1から3の要領で、物体と入射点、 目と入射点を直線で結びます。そして矢印を入れます。これで出来上がりです。問い1、カッ4からカッ6までやってください。鏡の表面での入射点は、虚像と目を結んだ直線と鏡の表面との交点です。それで、 まず、虚像と目を結んだ直線を描きます。右上の図、赤い線です。鏡の表面での入射点を求め、入射点に R と記入します。その後は、問いの括弧1から括弧3でやった要領で、物体と入射点、目と入射点を直線で結び、 物体から入射点、入射点から目の方向に矢印を入れると出来上がりです。問い2のカッ1からカッ3をやってください。物体が線の場合は、問い1のように線の両端を点と見てやります。それで、まず虚像と目を結んだ直線を 2本描きます。赤い線です。鏡の表面での入射点を求め、入射点に R と記入します。その後は、問いに1から3であった要領で、物体と入射点、目と入射点を直線で結び、そして矢印を入れて出来上がりです。 カッコ4から6までやってください。これで、この説の説明を終わります。